トミ・マキネン、トミ・アンテロ・マキネン、1964年6月26日体は、フィンランド・プッポラの4年連続ドライバーズチャンピオンに輝いた。通算24勝は歴代6位。より、トヨタ・ガゾレイシング WRT の代表を務める。名前の表記は一般には、トミ・マキネンで、他には、トンミ・マキネン、トミイマキネンなどがある。 フィンランド語での発音により近いのは、トンミー・マキネンである。もともとはメカニックで、ヤリー・コール・マティラトバラの父のチームで働いていたことも、あった。1985年に、地元の実業家、ティモ・ヨーキや、同郷の先輩、ユハ・カンクネンらの援助でラリーを始める。最初のマシンは、フォード・エスコート・ RS2000 であった。2WRC デビューを果たすものの、 後にしのぎを削ることとなるコリン・マクレイやカルロス・サインツラがチームの強力なバックアップを受け活躍していたのとは対照的に2、マツダ・には日産のワークスチームに加入したがチームもマシンにも恵まれなかったフィンランド国内選手権やイタリアラリー選手権あるいはスポットで WRC に出場するなど不遇の時期を送っていた そんなマキネンに転機が訪れたのはセンコラリー、現、ラリーフィンランド。エースのフランソワデルクールの交通事故以来、低迷を続けていたフォードがそのカンフル材として、彼に白早を立てた。ディディエ・オリオールとカルロス・サインツのタイトル争いが加熱していたこの年、マキネンは見事にエスコートを乗りこなし、終始二人を圧倒して初優勝を成し遂げた。この活躍により、 三菱のワークスである、ラリーアートと契約を果たす。三菱での最初のラリーとして1994年のサンレモに、スポット参戦し、結果はリタイアだったが、後に巻年の走りを支えることとなる三菱の宝刀、アクティブデフを初投入した非常に意味のあるラリーだった。フル参戦初年度のは、前年に投入した電気式アクティブデフの威力とマシンの改良が功を、そうし、 マキネンも持ち前の速さを遺憾なく発揮する。2戦目のスローイベントのスウェーデンではその成果が現れ、チームオーダーによりチームメイトのケネス・エリクソンに勝利を譲ったものの、マキネンの速さが際立った。その後のラリーでも速さを見せるものの、結果に結びつかないラリーが多く、この年は散発的な結果に終わる。よくは三菱本社の予算縮小の煽りを受け、 一大体制がメインとなるも、チームはマキネンのタイトル獲得に戦力を集中させる。マキネンも前年の不安定感を克服して、シーズンを通して安定した速さを見せた。最終的に全球戦中5勝を挙げ、第7戦をオーストラリアで初の WRC ドライバーズタイトルを獲得した。この年を境に、マキネンとランサーエボリューションは目覚ましい活躍を見せる。 に新しく、ワールドラリーカー、WR カー規定が導入され、ライバルのスバル、フォード、トヨタが WR カーを投入したが、三菱はグループ A を貫き、ランサーエボリューション4を投入した。巻年は最終戦までスバルのマクレーと、熾烈なタイトル争いを繰り広げ、わずか1ポイント差でマクレーを下しタイトルを連覇した。 最終戦ラリーギガバイトで初日にリタイアしてタイトルが絶望しされたがトヨタのサインツが最終 SS の残り300メートルでリタイアする劇的な展開となり3連覇を達成した。もタイトルを防衛しチャンピオン獲得4回という油波関連の記録に並んだ4連覇は史上初。1998年は三菱発のマニュファクチャラーズタイトル獲得にも貢献し まさにマキネン、ランサーエイボリューションの絶頂期であった。WR カーーに対抗して三菱は、ランサーエイボリューション V6 を投入し、ワイドトレッド化、エアロダイナミクスの改善、アクティブデフの進化といった改良を続けた。だが、改造範囲の広い WR カーが、より戦闘力をつけるとともに、マキネンとランサーエイボリューションの走りにも陰りが見え始め、グループ A のランサーが、 WR カーの規約に合わせた修正、フロント、リアスポイラーの小型化を余儀なくされる、不条理な事態も発生するようになった。ワッフル参戦を開始した、プジョーのマーカス・グロンホルムにチャンピオンを奪われ、マキネンはシーズン5位に終わった。このような時代の変化に伴い、ついにチームは2001年に長年にわたってこだわってきたグループ A から、WR カーへの転換を発表した。 その特例で、フライホイールの軽量化、リアサスペンションストロークの増大を施した、ランサーエボリューション富巻念エディション、通称、エボ6.5は、開幕戦から3勝をマークした。その後、第11戦3デモから、WR カーである、ランサーエボリューション WRC を投入するも、最終戦までの4戦中3戦でリタイアし、わずか1ポイントを得たのみだった。 その結果、最終戦までもつれたチャンピオン争いに敗れシーズン3位に終わった。2002年、マキネンは7年間過ごした三菱を離れ、他のワークスチームも知りたいという理由から、これまでしのぎを削ってきたスバルへと移籍する。初戦のモンテカルロでいきなり優勝したが、新型インプレッサ WRC2002 投入後は3位2回にとどまり、ランキング8位と低迷した。 2003年はスウェーデンで2位を獲得するが、チームメイトのペター・ソルベルグの急成長を受けて、ソルベルグのチャンピオン争いをサポートする立場に回る。ソルベルグや、セバスチャン・ローブ、マルコ・マルティンといった若手の台頭もあり、地元フィンランド終了後に本年限りでの引退を表明した。引退イベントとなった最終戦ラリーギガバイトでは、金色のシューズを履いてドライブし、3位表彰台で、 花道を飾った。このラリーで3位を争ったマクレーもレギュラー参戦最終年となり、一方でソルベルグが優勝してチャンピオンに輝くなど、WRC の世代交代を印象づける一戦となった。マキネンの WRC4 連覇の記録は2008年にローブが5連覇して更新され、ローブはさらに9連覇まで記録を伸ばした。 2004年のラリージャパン初開催時は、ゼロカーをドライブ。久々の走りを披露し、日本のファンに元気な姿を見せた。故郷のユバスキュラ近郊にて、スバル WRXSTI のグループ N や、グループ R4 マシンの輸入、製作、販売、開発を行う富巻年レーシング、TMR を経営。フィンランド国内選手権でもラリーチームとしても、活動し、 2009年には WRC ラリーフィンランドでキミライコネをドライブさせたこともある。また2010年まで毎年 WRXST の市販車開発テストにドライバーとして参加した。2010年4月16日ドイツニルブルクリンクにおいて当時最新のスバルインプレッサ WRXST4 ドアを借り7分55秒00を記録した。 現役時代、日本の w r c 参戦メーカーの中では、トヨタだけ関わりがなかったが、2014年1月、豊田秋代社長に北海道で直接ドライビングレッスンをしたのがきっかけで二人は意気投合した。同年ラリーフィンランドでは、トヨタを乗せて TMR 製作のトヨタ GT86 ラリーカーでパフォーマンス欄を行った。 2015年1月にはトヨタの WRC 復帰が発表され、同年夏にマキネンがトヨタ画像レーシング WRT のチーム代表に就任することが発表された。かつて WRC で3連覇を果たした TTE を前身とするドイツの TMG ではなくマキネンに任せることに内外から反対意見が相次いだが、 マキネンの人柄を知るとヨダが革新と熱意で押し切る形で決まった。車体開発拠点はフィンランドの TMR 施設を拡張し、エンジンは TMG で開発する。2017年にヤリス WRC で WRC に復帰した。マキネンの勝利に対するストイックな姿勢と強力なチーム作りの手腕に対する評価は極めて高く。 フォルクスワーゲンの電撃撤退による、ヤリーコールマティラ・トバラ獲得という幸運にも恵まれ、トヨタはわずか1年半という開発期間と、復帰2戦目で優勝を獲得するに至った。翌年には、オット・タナクの活躍で3連勝を含む5勝をマークし、復帰2年目にして、マニファクチャラーズタイトルを得、監督としてもラリー界の頂点に立ち、トヨタの巻年への期待が間違っていなかったことを、 証明してみせた。ドライバーとしてのみならずチーム監督としても、世界チャンピオンに輝いた功績を認められ、2019年1月に FIA 殿堂入りが決定された。また以前同様、TMR としても活動を継続しており、画像レーシングの育成選手であるかつて木本、荒井大輝、足立さやからを、フィンランド選手権や WRC2 でドライブさせている。 マキネンのレース運びの特徴は、得意なステージでライバルに差をつけ、終盤はライバルのペースを見ながらリードを保ち勝利を得るというものだった。特にモンテカルロや地元のフィンランドでは、より鮮明に現れていた。フィンランド人ドライバーであるが、ターマックラリーも得意であり、1997年のカタルーニャでスバルのピエロリアッティを7秒差で下して勝利した時を、 境に、モンテカルロでは1999年の2002年に4年連続で、サンデモでは1998年と1999年に2年連続で勝利を飾っている。ちなみに、ターマックでは前日のモンテカルロの4連覇、グラベルではフィンランドの5連覇という1イベントにおける連覇記録を持っていたが、いずれも後にローブによって更新されている。ターマックでは、 ドイツとカタルーニャの8連覇。グラベルでは、メキシコの6連覇。ターマックをベースに、雪や氷により、目まぐるしく変化する、路面状況が特徴であり、シリーズの中でも最難関とされ、伝統の一戦でも、あるモンテカルロを大得意としており、1997年には、総合3位。1999年から2002年では、史上初の4連覇を達成している。 1998年と2003年はリタイア。あとに、モンテカルロでの連覇記録は2018年にセバスチャン・オジェによって更新された。また、モンテカルロでの通算勝利記録は4勝で、ワルター・ロールと並び最多対記録だったが、2008年にローブにより更新された後に7勝まで記録を伸ばす。一方で、 ツイスティで独特なコースが特徴であるツールドコルスを苦手としており、相性は良くなかった。初出場の1997年は6速前回時速 200km で、突如、コース上に現れた牛と激突して、50m 外下に転落してリタイア。崖からの転落にもかかわらず、マシンは前後が大きく潰れるだけで済み、奇跡的にも無傷であった。 翌1998年は、駅のトラブルで、三菱最後の出場となった2001年もニューマシンの熟成が進まず、岩に激突、転倒しがけに転落する寸前で止まる、大事故となった。この事故で長い間小ドライバーを務めたリスト、マニセンマヒが背中を痛め長期休養し、カイリンドストロームに交代することとなった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。